路線番号標識大阪府道、京都府道71号平方山城線は、大阪府平方市から京都府木津川市に至る府道である。大阪府北東の平方市東部から京都府相良郡聖火町を経由して木津川市、山城町の棚倉地区とを結び、京奈和自動車道を聖火した駒 IC や関西文化、学術研究都市へのアクセス道路として、重要な幹線道路である。 京都府と大阪府を往来する府道としては南端に一致する。本路線は道路法第7条の規定に基づき、一般府道として認定された平方聖火線と聖火山城線を前進としている。道法第56条の規定に基づき、1993年の第6次主要地方道指定時に両路線を合わせて、主要地方道として指定された。 全身の一般不動平方聖火線、一般不動聖火山城線原稿の主要地方道、平方山城線旧起点の延長上には、国道307号過ぎ一丁目交差点や国道1号地の宮北交差点があり、大阪方面から、京南自動車道や山手幹線、そして国道24号への抜け道として機能している。峠が不境になっており、 京都府側には旧カーブも存在するが、小さな峠越えと住宅街の路地を行く、共愛区間が残存している。陸上自衛隊放送の分屯地付近から、聖火町中心部の不動22号交点を除けば、おおむね両側に車線に改良されている。不動22号の交点から、東側の区間は、かつての不動聖火山城線の区域である。認定当初は、 高速の駅北方にある清華町の消防本部前、交差点から答信して、学研都市線と近鉄京都線を踏切で渡り、屈曲しつつ1972年に竣工した平け橋に接続していたが、山手幹線と周辺のバイパス道路や2005年に供用を開始した平尾バイパスなど、順次改良工事に着手した。 その結果、いち早く改良工事を実施していた平毛橋の東詰めにおいて、右折レーンが未整備であった平毛橋交差点での右折待ち渋滞がボトルネックとなったため、渋滞解消のために平毛橋交差点に右折レーンを追加する改良工事を進め、2012年6月15日に共用を開始した。改良工事中の海峡交差点平方市から、 聖火町にかけては何度か峠を越えて南東へ向かう。聖火町から木津川市にかけては東へ向かい、木津川を渡る。自然観光庁、公共施設教育鉄道企業余かありがとうございます。